ね、今日は相手を押し出しました宝富士です。明日は千代の国と対戦、豊昇龍敗れて1勝1敗、明日は北勝富士と対戦いたします。さて続いて土俵上をご紹介しましょう。西から阿炎、東からは千代翔馬の対戦です。阿炎、さあこちら阿炎です。おととしはガイドラインの違反がありまして出場停止3場所、それから 50% 減給処分というのがありましたが、土俵に帰ってきてから昨年は大活躍でした。九州場所で返り入幕、そして敢闘賞を受賞しています。ではその阿炎の場所前のインタビューがございますのでお聞きください。そうですね、まあ、まだまだ自分が成長することのできる、なんていうんですかね、ものを見つける場所だったと、見つけられた場所だったと。千秋楽とかだと、まあ、精神的な面で、まあ、師匠にも言われましたけど、やっぱり、そういう部分で、やっぱり弱い部分が出たのかなと思うし、まあ、相撲内容的にももっともっと、足が出せたらいいなとか、そういうのも思います。絶対下がらないとか、そういうのじゃなくて、まあ、まずは立ち合い勝って、圧力負けして引いてしまうこともあったんですけど、まあ、それでも自分の体が動いてたし、調整もしっかりできていたので、まあ、勝ちにつながっていったんじゃないかなと。先場所12勝を挙げた阿炎のコメントでした。まあ、実は新婚なんですけども、この番付を下げている間は奥様とは離れて暮らしていて、勝ち越したら一緒に暮らすという、そういう約束をしていたそうですね。おそらく、まあ、晴れて、まあ、奥様と同居して迎える初場所ということになりそうです。いやでも先場所本当に前に出る相撲というのを目指しましたね。いや先場所はいい強い相撲を取ってましたよ。はい、やっぱり前に出るという 強さというものをですね、皆さんにこのお知らせしたんじゃないでしょうかね。うん、明らかにですからこう相撲の内容が変わってきました。まあ、本当にあの喋り方なんかも少し変わったような気がいたします。さあ軍配が返りました。今日の相手は千代翔馬です。張っていく千代翔馬、阿炎が押していく、押し出し、阿炎の勝ち。柴田山さん、今日も前に出る相撲でしたね。いい相撲ですね。もうやっぱりこの相撲が阿炎に備わってきましたね。はい、以前はもう、突っ張るんですけども、下がって土俵際で引いたりはたいたりというね、そういう相撲が多かったんですけども、相撲の内容が変わってきましたよ。はい、この相手が当たってくるところですね、突っ張りからあの片方の手でぐいっと相手を後ろに下げる、その勢いが違いますよね。うん、そうですね。いやもう千代翔馬が全く相撲取れませんでした。力強い阿炎の相撲です。明日は翔猿と対戦です。千代翔馬敗れて連敗、明日は隠岐の海と対戦することになっています。コメント欄を見ると、さすが阿炎、安定屋根、ちょっと斜めってたけど月一発みたいな、すごいじゃん、マジで力強いな阿炎などなど、視聴者の皆様からのコメントです。さて幕の内後半の取り組みをご覧いただいています。